2022明治安田生命 J3 リーグ第9節 FC 岐阜対 SC 相模原、両チームの選手が姿を現しました。2022明治安田生命 J3 リーグ第9節 FC 岐阜と SC 相模原の一戦です。ファウルはありません。左サイドバックは橋本が入っています今日の FC 岐阜。そして藤岡から中に送って本田拓也、前に送ります。山内後ろに下げて石津、石津のシュートがゴールネット突き刺さりました。山内から石津、 FC 岐阜が先制点を取りました。今シーズン初スタメンの本田から山内落として最後は石津、相手の足に当たってゴールに吸い込まれていきました。後ろから走り込んだ石津、ディフェンスに当たって少し軌道が変わってゴールに吸い込まれていきました。石津の左足のシュートが決まりました。 FC 岐阜が先制しています。張っている多田、中に下げて中原です。逆のサイド渡部から前に送る、胸で落とす、こぼれている、田中のシュートはどうだ、ポストの左に外れました。なんとか駆け出していった松本拓也、ゆっくりとここは左サイド村田、スピードのある選手、村田から抜け出してグランダーのクロス、山内、山内のシュートはポストの左に外れました。山内ドリブル、体を入れて、体が強い、まだキープ本田、庄司からふわりと浮かして藤岡、トラップしてシュートを打てるか、藤岡シュート、追加点が岐阜に入りました。藤岡2試合連続のゴールになりました。山内から本田、そして庄司から、最後は藤岡トラップしてなんとか粘ってシュートを決めました。ゴールの左隅に吸い込まれていきました藤岡のシュート。前節ハットトリックの藤岡が後半の終盤大事なところで追加点、2試合連続ゴールを決めました藤岡。そして前に送る藤本純吾、前に送っていきますが、ここには選手はいません。ここで試合終了です。 FC 岐阜が勝ちました。